そっか、そうかもしれない。あ、押したり、俺が広げたりって、あ、押したりしないでも、これを、こう、ギュッと押されても、ギュッと押されても、動かないようにすればそれでいいじゃん。うん、押し上げる必要ないかし、押し上げたら、こう、もうフレームがなくなるの分かるでしょ。押し上げるって関節の角度を変えちゃえば、フレームなくなるんで、この形をキュッ、キュッ、これで止めちゃう。こう、降りようとしてきて、これ止まってるでしょ。止まってますね。これはどう、なんだろうね。あとさ、でもそれ以上にちょっといい、あの、降りようとしてきて降りれないよね。降りれないで、しかもここだと俺の膝入ろう。だけどあのね、それ以上にね、位置がちょっと今受けてて、位置がちょっとなってことが多いの。動かないで、はい。これ絶対降りれるよね。これ落ちてくるね。これもさ、絶対落ちてくるよね。だあのね、ここでないとダメなんですよ。だここってなんだ、俺の肩が、今だったら俺の肩が相手の足首のほんのちょっとだけ前、まあ、真横と言ってもいいけど、だあ、そうだ、こっから行った方がいいかもしれんね。このフレームの位置をあのマスターしたいな。相手に足開いてもらって、足首のところに両肩があれば、したらもうただ降りたまえ、降りて、自分のちょっとまあ、多分顔の長いお尻があるから、ちょっと怖く感じるかもしれんけど、絶対降りれないよね。そうっすね。これ、降りて、あ、よし、これで、いいでしょう。うん、ちょっと、うん、そう、足を、そう、足、ごめん、相手の足首と自分の肩の位置合わせて、これ作ったら分かるんじゃないの。だから、あの、自分で慣れてない人がくるって入ったら多分あの悪いけど適当な場所に来るはずなので、うん、ちょっと初めてそれをクリックしたらできると思うぞ。